みんな、加トちゃん、おパソコンやスマホなどから見るときは、部屋を明るくして、ソーシャルディスタンスのつもりで、画面からちょっと離れてみてね。皆様、三つ街道駅からごきげんよう。久々の投稿になります。さて、なぜここに来たか。関東鉄道上総線の砦と三つ街道を通勤時間帯などでは知る、キハ310系が7月中旬をもって引退します。そうしているうちに三つ街道車両基地から出庫したキハ310系機動車が来ます。ウプ主が撮影した日は、土休日ダイヤなので、いつもならキハ2000系機動車が走るのに、キハ0系機動車またはキハ310系機動車が夕方に、3往復入ります。しかもこの日は、キハ310系にとれば最後の土休日運用なので、ウプ主みたいな多くの鉄道ファンが三つ街道駅はおろか、上総沿線に集結しています。なお、この翌週には、つくばエクスプレス線と接続する、守谷から下館まで往復するツアーがありますけど、発売開始の正午から争奪戦が行われて、その日のうちに完売となりました。ウプ主は参加するの？それは秘密です、わら。お目当てのキハ310系機動車の砦駅が来ました。先週まではヘッドマークをつけていたけど、延長区間はヘッドマークを外したいつもの姿で走ります。本来なら先週に行く予定でしたけど、あっちへ変えたので今日になったのである。さて、ウプ主の一眼で撮影した画像はどうかな。三つ街道駅での撮影を軽く済ませて、2年前に乗車した夜行急行夜空号で乗車した315号車に乗り込みました。運転席側の席が空いたので、そこに座って三つ街道駅発車の後面動画を撮影しますか。では三つ街道車両基地の先まで動画をどうぞ。この位置からなので、キハ310系のディーゼル音がここまで聞こえてくるかわかりませんが、聞こえていなかったら申し訳ありません。少しの間、ノーゆっくり、ノー BGM でキハ310系機動車のサウンドをご堪能ください。
後の土休日運用なのか。三街道発車時点での車内の様子は、うつ主みたいな名残乗車する鉄オタで席が埋まり、立ち席が少々目立つほど混んでいました。小絹、新森屋の駅や線路沿いでは撮り鉄が目立っています。あ、うつ主もですね、わら。森屋駅手前のストレート区間は関東鉄道上総線の撮影スポットであり、うつ主もたびたびこの場所でキハレイ系機動車などを撮影していました。だって、オタクの聖地でもある秋葉原または北千住から、つくば、エクスプレス線の快速に、乗って、あっという間に森屋なので、はい。森屋で乗客の入れ替わりをして、森屋駅発車の後面動画を撮影します。では、どうぞ。森屋発車時点では、席はほとんど埋まって、立ち席は少ない感じでした。森屋と並ぶ上総線の撮影スポットでもある、寺原を過ぎて、うつ主が乗っているキハ310系機動車も、三街道からあっという間に終着砦に到着しますので、ここも後面動画で撮影しました。では、どうぞ。北前区間の非電化は、日本中どこを探しても、関東鉄道上総線の砦、三街道や、高徳線の徳島、佐古など数える程度になるでしょうね。昔は、筑豊本線の若松から飯塚の先でもある京線まで、非電化の伏線でしたね。うつ主の高校時代に、門司港から飯塚まで、赤い客車のレッドトレインこと、50系客車に乗っていましたが、今は、こういう電化になり、福国豊か線として電車が軽快に走っています。上総線も柿岡にある実研究所がなかったら、電化していたでしょうね。そうしたらどんな車両？京成グループだから京成にそっくりな電車かな。多くの鉄オタに迎えられ、砦始発の常磐快速電車と並走しながら、キハ310系機動車は、砦駅の上総線ホームに到着します。これでキハ310系機動車の名残乗車はこれで済みました。一辺の悔いはない、これで一辺の悔いないのでしょうか？それは秘密です。わら。北海道から30分少々で、関東鉄道上総線の発着駅でもある砦に到着して、惜しまれるように、キハ310系機動車から降りて、同乗車に混じりながら軽く撮影。
本当なら折り返しの三つ街道乗り返し茂立駅に乗りたいけど、時間の都合上、ウプ主の自宅に早く帰らなければいけないので、お見送りして、この動画を締めたいと思います。運転士さんの視座確認をして、駆け込み乗車はないか、確認しながらドアを閉めます。最初の方ではなしましたが、土休日夕方の、三つ街道と砦を、3往復する列車は、キハ310系またはキハ0系なので、上層線の古い機動車に乗るなら、ウプ主としてはおすすめしますが、100% 保証できないのでそこはご了承ください。今回の動画はいかがでしたかな？引退する車両を名残乗車しましたが、鉄道ファン、特に撮り鉄のマナーが問題視されて、サイレント引退する鉄道会社もあります。関東鉄道では、鉄道ファンのために、引退の花道を用意して、ウプ主が乗った日の翌週には、さよなら運転会、撮影会を行いますが、ウプ主もラストランの日に乗りますので、その時の動画レポを上げたいので、今から制作しないと、乞うご期待してもいいですよ。はい。